生4年に千葉県市川市で会社役員の4人を殺害した罪に問われ死刑が確定し、関光彦死刑囚ら2人の死刑が19日午前、執行されました。関死刑囚は犯行当時1歳の少年で、犯、当時少年の死刑囚2死が執行されたの、永山則夫元死刑囚以来、死刑が執行、れたのは菅光彦氏、囚、44、と松井清死刑囚、69、二人です。菅死刑囚は平成4年3月、千、県員市川市で会社役員の一家4人を殺し、として強盗殺人などの罪に問われ、松井死刑は平成6年2月、群馬県安中で、交際していた女性とその両親の合わせ3人を、害したとして殺人などの罪に割れ、平、11年に死刑が確定していました。人は、連れも再審、裁判のやり直しをこうしてました。第2次安倍内閣発足、府で死刑、執行されたのは今年7月い。された重大な事件でしたが、犯行当時、年だったことから裁判では死刑を科すか妥当かどうかなどが争われました。1と2審が、極めて残虐な犯行だと、手死刑を言い渡したのに対して、弁護側、被告は親からの虐待などの影響で十分、判断ができなかったなどとして上告し、した。平成13年、最高裁判所は、